中に仕事休みと思ってるのか。いや、もう5時だから。5時前にカバン持って。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あの、勤務中に仕事休みのやつが、帰るわけないぞ。ねえ、課長。君ね、残ったよ。書類の整理しなさい。そんな。頼むよ。頼むよ。血だらけじゃない転んだんですか怪我したのえどうした見たの？え？どうかしましたか？あの、この人が。お？大丈夫ですか？触らないで。え？殺人事件かもしれないの。触っちゃダメよ。すぐに署に連絡して。なんだよ、おばさん偉そうに。おばさん？うん。玉川東署捜査一係、さくら乙女です。あ、いて、失礼しました。
警察なんていうの、警察って嫌だ、おうちへ帰りたい、おうちへ帰りたい、おうちへ帰りたい、警察なんて嫌だ、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 おうちへ帰りたい、警察ってお客を探しな、警察なんて嫌だ。会社は平山和人、35歳、住所新宿区中井 3-25 シグナスマンション303の、家族はおらず結婚歴なし、職業は無職、風俗店クリスティーナ店長を4月に退職、過去に不衛法違反で2回の逮捕歴、検視の結果直接の死因は後頭部を殴られたことによる頭蓋骨骨折及び脳挫傷、凶器は現場に落ちていた石が外傷の傷と一致しました。死亡推定時刻は、犯行直後に桜さんが死体を発見しているので今日の午後8時50分から9時の間だと考えられます。で、現場にいたばあさんどうなったんだ、何か分かった？それがどうもはっきりしませんね。私ね、あの公園によく散歩に行くんです。いつも夜に行くんだ。散歩は昼間に決まってるでしょ。じゃあ今日だけ夜に散歩されたわけですか。どうして私が夜散歩しなきゃいけないんです。でも公園に出せないか。でも何怒ってるの。いや怒っちゃいないよ。それじゃあ公園に行ったのはあの男に会うためなの。男って誰。死んでただろう、おばあさんの横で。それともあなたが殺したのか。お腹すいた、うち帰りたい。質問に答えなさい。公園で死んでた男とはどういう関係なんだ。という具合でして、俗に言うまだらボケってやつですね。まだらボケ。完全にボケてるわけじゃなくて意識がはっきりしてる時もある。だからちゃんと受け答えしてるかと思うと急にトンチンカンなことを言い出したりする。特に本人に都合の悪い時にボケられたりするとわざとやってんじゃないかと疑いたくなる。まあ、我々もあまり変わりませんけれども、その見極めが難しいですね。やっぱりボケてんのか。地方署の老人を取り調べるってのはまずくないかな。下手すると人権問題に発展しかねないぞ。これは殺人事件の捜査でして、やむを得ず。それって君個人の判断でしたことだろう。私は知らないよ。そんな課長、こら、捜査会議サボってどこに行ってた。受付です。おばあさんの捜索願いが出てるかどうか確かめに行ったら、この方たちが。山内と言います。刑事さんにいろいろお話を伺って母に間違いないと思うんですが、母は豊子と言います。中村君、はい、お連れして。はい、あの母が容疑者扱いされてると聞いたんですが。いや、容疑者。参考人です。参考人としてもらっておかれたみたい。どうぞおかげになってお茶さん。どうぞどうぞどうぞ。桜ちゃん、お茶。お母さんはいつ頃からあのようになられたんですか。私たちが母と同居を始めたのは今年からですので。最初から変でした。いつも変なことばかり口走ってて、物忘れがひどくって。でもそれも本当かどうだか分かりませんけどね。おい、何も今ここでそんなこと言わなくても。だって本当のことでしょ。まともな時だってあるんだし、自分の都合が悪くなるとすぐにボケたくりするんだから。夜出歩いたりすることあるんですか。夜はめったに外には出ません。昼間はあちこち歩き回って帰り道が分からなくなって会社に電話かけてくることも時々あるんですが。ご自分で電話するんですか。あの刀、携帯電話を持たせてるんです。でそれを首からかけてるんですが、今夜は持っていかなかったみたいです。でも暴れたりしたことは一度もないんです。ですから母が人を殺すなんて絶対ありえません。失礼しました。ごめんなさい。コージー、翔子さんも。母さん、どうしたのこの服。どうしたのかしら。またとぼけて。しっかりしてよ。私たちがどんだけ心配してか分かってないの。やめろ、そうか。もう立ってる。遅いですから引き取っていただいたら。そうだね。じゃあ私送ってまいります。行きましょう。Thank you.
人の背を見つめる。今度の小説の主人公は老人なのね。乙女さん。まさきさん、私がボケても見捨てないで。さん、わからないことって何ですか？なぜ平山さんがこの公園にいたか。
それは誰かと待ち合わせをしてたからじゃないですか。そうなの？だってこんな児童公園にわざわざ新宿から来たんですよ。それしか考えられませんよ。じゃあその待ち合わせの相手が犯人？その可能性はありますね。この公園を約束の場所に指定するってことは、犯人は近所に住んでる人ね。そういうことになりますね。あの警察の方ですか？はい。ここで何かあったんですか？昨日の夜殺人事件があったんです。あの殺されたのはこの男なんですけども、何か心当たりありますか？やだ、緑川さんだわ。緑川？え、私今日11時にこの人と会う約束してたんです。詳しく話を聞かせてくださいませんか？あのよくこの公園でこのベンチに座って日向ぼっこしながら本を読んでるんです。先週の土曜日にこの人が私に話しかけてきたんです。本当にこの男は緑川という名前ですか？間違いありません。あの先週会った時に緑色のシャツを着て緑川って名乗っていましたから。あ、緑色のシャツで緑川、よく覚えています。杉の木出版でご存知ですか？もちろん。実は昭和を生きた女性の証言を集めて本にする企画を進めているんです。不正に生きた女性の体験談を集めて昭和という時代を浮き彫りにしようと思ってるんですが。素晴らしい企画ですわね。そう言っていただけるとありがたいな。奥様のお話もぜひ聞かせていただけませんか？それで、あの改めて取材するということになって。本の話は嘘です。この男は平山といって新宿の風俗店で店長をやっていた男です。そんな、どういうつもりで奥様に本の話を持ちかけたのかわかりませんけど、まだそのうち詳しくお話を伺いたいので、お名前など教えていただけませんか？清野晴美と申します。清野晴美。しかし平山も間抜けですよね。緑の服着て緑川なんて。逆に相手に自分を印象付けようとしたんじゃない？ああ、そういう手もありますね。でもフリーのライターだなんて嘘ついて、一体何をするつもりだったんだろう。わからないことがまた一つ増えちゃった。わからないことだらけじゃないですか。そうなの、ここにも一つあるのよ。山内。あ、山内って昨日のおばあちゃんの家でしょ。何がわからないんですか？悲鳴なの。あの悲鳴は何だったのか。そうか、ボケてたら悲鳴なんてあげてないかもしれませんよね。よく気がついたわね、米田さん。まだらボケって時々正気に戻るんでしょ。あの時豊子さんは正気だったのかもしれない。だから今度正気に戻った時何か思い出すかもしれないでしょ。もしかして豊子さん犯人を見てるかもよ。はーい、どちら様ですか？玉川東署の桜と申します。警察の方がどうして？昨日の夜2丁目の公園で殺人事件があったのはご存知ですか？事件現場にこちらのおばあちゃんがいらしたんですよ。え、どうかしましたか？豊子さんがいたって聞いたね。驚いてしまって。失礼ですけど、あなたは介護ヘルパーの磯貝と言います。あら刑事さん、豊子さん。まあ覚えててくださったの嬉しいわ。どうしたんですか、庭いじり？今日はお天気がいいもんで。あ、さあ上がってください。美和子さん、刑事さんたちにお茶差し上げてちょうだい。はい。正気に戻ってるみたいですね。チャンスよ、チャンス。ごめんください、お邪魔いたします。ティファイメジュートバカラ。メコアシイタリア製の輸入家具よ。そうなんですか？Thank you.
それで今でもお料理には関心があるみたいで。それでママごと。この家具はどうして使ってないんですか。息子さんのご家族が引っ越してきた時に持ってきたんです。いい家具なのにもったいないですね。そうですよね。2階なんて物置状態なんですよ。この家具がなければこの家はもっと風通しが良くなると思うんだけど。風通しが。豊子さんとお嫁さんがね。ただいま。あ、こんにちは。お帰りなさい。ご存知なんですか。昨日豊子さん送ってきた時にエリさんでしたね。はい、今日は何ですか。豊子さんのことが心配でちょっとお邪魔したんです。ありがとうございます。私着替えてきますのでごゆっくり。今時珍しいお行儀のいいお嬢さんね。あの子がこの家では唯一の救いなんです。お綺麗だったらね。お母さん、声がいますよ。どこ。あら、関連の会社作ってすっごく儲かったの。その頃は芝浦の超高層マンションに住んでたんですよ。 OLDK のオークション。でも去年会社こけちゃって、マンションのローン払えなくておばあちゃん家に転がり込んだの。お父さんもお母さんも借金返済のために朝から晩まで働いてるのに家具は売らないんですよ。いつかまたあの家具が置けるような家に住むんだって未練たらたら。例えば何百万かになって返済の足しになるのに。そう言っちゃかわいそうよ。あの家具はご両親には心の支えになってるんでしょうから。そうかな。喧嘩のためにしかなってないけど。じゃあ、あら、やだ、なにこの写真。平山が借りていた貸金庫の中から出てきたものです。どうやら隠し撮りされたものと思われます。隠し撮りか、すげえな。米田さん。あ、すいません。どうかしました、工藤さん。いや、なんでも。平山の銀行口座を調べたところ、過去半年の間に3人の名前で毎月金が振り込まれてました。堀田康之という男から10万円、加賀敏夫と山本徹の2人は毎月5万円でした。この堀田という男は松葉銀行新宿支店の支店長です。加賀は桜田商事の営業課長、山本は私立笹峰女子高校の教師をしています。平山は写真をネタに3人をゆすってたんだ。銀行の支店長、大企業の課長、それに名門女子校の教師。どれもちょっと脅かせば金出すような連中ばかりじゃないか。最近の平山はあまり金回りが良くなかったようです。半年も働いてませんし、先月末には乗っていた会社を国産の中古車に買い替えてます。平山はここ10年ほどポーカー賭博の常連でしたが、かなり高額な賭け金の勝負をしていたようです。しかも勝つより負けることの方が多かったみたいで、どっから金が出てくるのかみんな不思議に思っていたそうです。分かった。金に困った平山はゆすりの金額を釣り上げたんだな。3人のうちの誰かがその金払えなくなって盛り上がって平山を殺した。課長、評判されてます。You're stupid.
何か見てるはずです。ですから私は豊子さんを悲鳴を上げたいのは俺の方だ。ボケたばあさん相手にしたって事件は解決しないだろうが。いや、何か引っかかるんですよ。引っかかるな、まっすぐ行きろ。まっすぐってということで本日の捜査会議は終了。はい、お疲れさん。お疲れさん。お疲れさん。どうしたんですか、工藤さん、さっきから。別に何でもない。でも、堀田って男に随分こだわってるみたいだし。何でもないって言ってんだろ。こんにちは、玉川東署の桜乙女です。ごめん、今日もダメか。泥だらけ。今日はヘルパーさんいないんですか？一人きりなのね。うっそうね、一人にしとく。わあ、汚れて。着替えましょうか。さあ、着替えましょう。ここで待っててね、着替え探してくるから。はい。じゃあね、ほんとに。最近金額を釣り上げてきたんでしょ。いくらって言ってきたんですか。20万30万途方もない金額を要求されて思い余って平山をあの公園に呼び出し、そして殺した。違います、私は殺してない、私はやってない。じゃあ10月23日の午後8時から9時の間、あなたはどこにいましたか。家にいました。誰か証明してくれる人いますか。でも私じゃない、私は殺してない。信じてください。私はやってないんだ。夫が引っ張られた。はい、今デカ長が取り調べをしてます。
と知り合いだったんですか？返してるんです。それはね、俺だって入れてやりたいですよ、おふくろの施設に。けど公共の施設には空きがないし、民間の老人ホームは高すぎてとてもじゃないけど手が出ない。そんな金があるんだったらね、借金の返済に回してますよ。すいませんでした、余計なこと言いました、失礼いたします。あ、これ豊子さんと約束したタイヤ。はい、どうも、ご苦労様でした。そりゃその人たちが疲れてるからだよ。人間って追い詰められてるときは素直になれないからさ。乙女さんの親切も曲がって受け止めちゃっただけだよ。まさきさんのお母さん亡くなる 2,3 年前ボケてたんでしょ。うん。どんなボケ方だった？ずっとボケてるの？それとも時々正気に戻ったりするの？おふくろはずっとだったな。とにかく今食べた飯のことも忘れちゃうんだ。それでご飯はまだか、ご飯まだかってもうそればっかり。そうそうそう、そういう思い出があるからさ、原稿が進まなくて。今度の小説のテーマ、お威楽の恋だったわね。70歳の男性をね、68歳と65歳の女性が取り合う三角関係の話。やだそんなこと、頭が痛くなるそんな話。だろう、どうやったってエッチなシーンなんか書けないよね。書くのよ、プロだから。楽しみにしてるわよ。はい、ビタミンと。あ、ありがとう。よいしょ。ナモン、何を考えてるんだ。なんで怒鳴られなくちゃ。あのな、山内さんから抗議の電話があったんだよ。君あの家に上がり込んで掃除とか洗濯とかやらかしたんだって。あれはあの豊子さんが何か思い出すかと思って。引っかからないと言ったろ。犯人は本当に間違いない。あとは証拠を固めて自白取ってすぐ送検だ。いや、でもそれは余計なことはすな。もう山内家には出入り禁止。いいな。待ってましてね、私一人なんです。磯貝に何か。玉川
川東署の桜と申します。玉川東署桜乙女。ああ、空き巣のことでいらしたんですか。空き巣？いえ、磯貝さんに伺いたいことがありまして。ああ、そうですか。どうぞ。署長をしております真島と言います。桜乙女さんでしたね。いい名前ですね。覚えやすくて。どうぞ。わざとおかめって間違える嫌な奴がいるんです。それ上司でしょう。セクハラでね、訴えるべきですよ。真島さんっていい方ですね。そうですか。さっきの空き巣の話ですけど。ええ、一月ぐらい前に入られましてね、何も盗まれなかったので警察にも知らせなかったんです。気を利かせて磯貝さんが通報したのかなと思って。本当に何も盗まれなかったんですか。ええ、そこの棚に並んでる書類がめちゃくちゃになってましたけどね。何の書類ですか。介護記録や顧客名簿、それに従業員名簿なんかですね。名簿ね。他には。いや、ありません。いや、もう心配ないんですよ。ドアの鍵も買いましたからね。そうですか。ただに帰りました。お帰り。お邪魔してます。刑事さん、豊子さんのことでお話を伺いたくて。豊子さんね、この前あなたおっしゃってたでしょ、あのうちは風通しが悪いって。豊子さんとお嫁さんはうまくいってないって。あのことですか。それだけじゃないんです。あそこの家はもっと家族で話し合う必要があるんです。家族一人一人にお互いを思いやる気持ちがあれば、豊子さんの治療所もきっと良くなると思うんです。でも私たちはそんなこと言えないんですよ。介護ヘルパーは家庭の事情に立ち入らないことになってますから。はい、アシスタです。豊子さん、本当に地方症ですか。はい、ええ、はい、本当に。私は介護のプロですよ。プロが言ってるんだから間違いありません。そうですね、わかりました。すいません、ちょっといいですか。どうぞ。吉川さんね、入院することになったらしいんだよ。そうなの。ちょっとすいません。はい、はい、あ、介護業務出します。はい。吉川夏江さんって言いましてね、彼女はケアしてた方なんですよ。がん宣告されたんだけど、私立拒否して在宅治療されててね。お金持ちなんですけど、身内は妹だけって人で。山口さんとはまた違った問題がいろいろあったりするんですよね。そうですか。じゃあ入院のケアも必要ですよね。ああ、そうそう。すいません。病院の関係をちょっと探してくれるかな。古い介護記録なんですね。ただいま。おかえりなさい。何やってるの。平山が持っていた闇の携帯の通話記録を調べてるんです。こんなにあるの。ええ、携帯20台分ですからね。平山は携帯を使って組織買収をやってたんで、通話記録に何回も出てくる名前は客だった可能性があるからチェックしろって言われて。地味な仕事ならきちんとやれよ。はい。刑事の仕事は積み重ねが大切だからな。坂修造。くそ。工藤さん、待ってください。工藤さん。工藤さん、なんでリスト持っていくんですか。この中の一人に用があるんだ。工藤さん、この頃ちょっと変です。堀田のこともあるし、私たちにも話してくださいよ。工藤さん、ちょっと待って。10年前、平成4年だ。練馬区大泉で一人暮らしの資産家の老人が殺された。当時俺は練馬に一緒にいて、その事件の担当だったんだ。被害者は長沼徳次、73歳。住み込みの家政婦とアパートや土地の管理をしている不動産業者と銀行の担当の3人以外は息子にさえ会わないという偏屈で有名なじいさんだった。ある日突然じいさんの姿を消した。息子がそれに気づいたのは1ヶ月後だ。そして床下からビニールシートに包まれたじいさんの死体を発見した。検視の結果、死因は絞殺。死後1ヶ月経っていた。そして金庫の中から不動産売買契約書が発見されたんだ。誰かが長沼老人の家と土地を売っちゃったんですか。まず老人に会うことのできる3人、家政婦と不動産業者、そして銀行の担当者が奪われた。その銀
銀行の担当者ってのは今平山殺しで容疑をかけられてる堀田だ。だが不動産取引に使われた銀行は別の銀行だったし、堀田は一切絡んでない。当時の堀田は真面目だったし、新婚ほやほやの将来を期待されるエリート行員だったこともあって、捜査本部は堀田を容疑者から外したんだ。家政婦はどうだったんですか？家政婦の佐藤美津子は事件が起きる3ヶ月も前から田舎に帰ってた。脳梗塞で倒れた母親を看病するためだ。毎日リハビリに明け暮れていて、上京する暇はなかったと判断してやはり容疑者から外された。じゃああと残るは不動産業者だけじゃないですか？津坂修造、この平山のリストに載ってる。長沼のじいさんの土地を買ったのは大手の建設会社だ。代金は4億5000万、仲介したのは津坂だが、じいさんの死体が発見された時4億5000万も津坂も消えてた。じゃあ津坂は長沼老人を騙して不動産を売却させ、その後を殺して土地代金の4億5000万を持ち逃げしたわけですね。ところがひょっこり津坂が現れたんだ。自分はじいさんに頼まれて土地売却の仲介をしただけだと正式な委任状を持ってな。そして事件の起きる前からオーストラリアに旅行してたとアリバイを主張したんだ。それは成立したんですか？出入国記録を調べたが、その間奴は一度も日本に帰国してなかった。共犯者はいなかったんですか？平山は？この通話記録のリストに津坂の名前があるってことは昔からの知り合いだったかもしれませんね。それはないと思うんだ。あの時津坂の人間関係は徹底的に洗ったんだ。でも津坂以外に有力な容疑者を特定できなかった。で結局捜査本部は解散、事件は事実上お見合いだ。そうだったんですか。でも長沼老人事件の関係者2人、堀田も津坂も平山につながってたなんて驚きですね。
それとも箱根のホテルに問い合わせますか。長沼老人事件の容疑者3人、佐藤、津坂、堀田。堀田と平山は買収でつながってる。津坂と平山は同じ高校の野球部。平山は津坂に金の虫をしてただけじゃないですね。絶対に何かもっと深い関わり合いがあるはずです。問題はいつ二人が知り合ったかだ。平成4年の長沼老人殺しの前に知り合ってれば、平山が共犯者だった可能性がある。つながりましたよ。平山と津坂が。本当か。はい。平山は以前風営法違反で逮捕された時の調書を洗い直してみたんです。これ見てください。平間は高校卒業した昭和60年から平成元年までの3年間、練馬区の長谷川不動産で運転手として働いています。長谷川不動産に電話してみたら、社長が津坂と知り合いで、平間は津坂の口利きで就職をしているんです。やっぱり長沼老人事件の前から2人はつながってるのよ。津坂の野郎、警察の捜査が及ばない線で慎重に共犯者を選んでるんだ。平間が高額なレートでポーカー賭博をやってたのは、長沼老人から奪った4億5000万の分け前があってからなんだ。だが時すでに遅いしだな。平山死んじまった。二人は共犯だってどうやって証明するんだ。そうっすね、津坂が足を切り通せば立証は難しいっすね。緑川だわ。緑川、平山は緑川でしょ。同一人物よ。緑川はフリーライターを装って一人暮らしてお金持ちのお年寄りに接近したんです。そして長沼老人の次の2匹目のドジを狙ったわけ。それが清野晴美さんね。緑川はお年寄りに近づいて、その後津坂を紹介して、そして津坂がお年寄りを騙して不動産を売らせる。あとはそのお年寄りを殺して金を持ち逃げする。その通り。そうですか、わかりました。明日は病院へ行けると思いますので、よろしくお願いいたします。では。すみません、お待たせいたしました。実は正常に住んでいる姉が末期の癌で、意識も混濁している状態で、お医者様がおっしゃるにはこの1週間が山だろうって。お心配ですね。はい。あ、すみません、どんなご用でしょうか。瀬野さんに近づいてきた緑川という男なんですが、以前一人暮らしの老人を殺して財産を奪った疑いがあるんです。瀬野さんに近づいたのも瀬野さんの財産が目的だったんじゃないかと。私は高校の英語教師を退職して、今は近所の子供たちに英語を教えている年金暮らしの年寄りですよ。ちょっと失礼。3年前に亡くなった主人はサラリーマンでしたし、財産と言えるものはこのマンションだけ。それも買った時よりもぐっと値段が下がってしまって、私を騙したって一文にもなりませんよ。平山もいい加減な男ですよね。相手が金持ちかどうかちゃんと調べてから声かけないのに。これじゃあ長沼老人の事件の共犯が証明できませんよ。そうかな、手当たり次第に声をかけてるんじゃないと思うわ。絶対に清野さんのこと調べてるはずよ。酒屋さん、ここでバイトしてるの？はい。豊子さんお元気？桜さんに会いたがってますよ。本当？そんなこと言ったら本当に会いに行っちゃうわよ。来てください、おばあちゃん喜ぶから。じゃあ必ず近いうち行くわよ。桜さん、ダメですよ、出入り禁止でしょ。そうか。桜さん、もう仕事終わりですか？うん、そうだけど。じゃあこれ届けてもらえますか？磯貝美津子。あ、介護ヘルパーさんの。多分落としたんだと思うんですけど、うちの台所で拾ったんです。バイト入る前に届けようと思ったんだけど、自転車パンクしちゃって。いいわよ、私が届けてあげる。すいません、お願いします。はい。あら、どうしたんですか？磯貝美津子でしょ。名刺には磯貝美和子って書いてあったと思うんだけど、ほら。もう私に構わないで。どうしてだよ、美和ちゃん。やめてくれ。
かしたんですか？振られちゃいました。あら、先月プロポーズした時には OK だったのにな。急になかったことにしてくれって言われて。まいった。せっかくのプレゼント無駄になっちゃったな。高かったんですよ。プレゼント何だったんですか？香水です。ちょっと頑張ったんですけどね。このまま運転して帰ると免許不携帯で逮捕します。どうしてですか？エリちゃんが台所で拾ったんですって。アルバイトで行けないから届けてくれって頼まれたの。そうですか、ありがとうございます。ちょっと乗っていい？ええ。どうして断ったの？真島さんのプロポーズ。私、疫病神だから。前の夫は事故で半身不随になって、焼け起こして浴びるほどお酒飲んで。私を殴って死んでったし、母親は脳梗塞で倒れて、散々私にわがまま言って死にましたから。だから真島さんも私みたいな女といると許匠の名前が磯貝美津子、それあなたの本名でしょ。でも名刺には美和子って。生命判断の本読んで書いたんです。ああ、正式に届けを出さなくても使っていると運勢が変わるって書いてあったから。いいことなんか何にもなかった。真島さんのプロポーズいいことでしょ。あなたが幸せになることに臆病になってるだけじゃない。好きなんでしょ真島さんのこと。
じゃあ一概に女の客と決めつけるわけにもいかんな。そうです、その通り。それから津坂の携帯の通話記録を調べたんですが、仕事と女にかけてる以外に一件だけ変な番号がありまして、それが総合ケアアシストってところで。先日はすいませんでした。あれから美和子さんと話し合われたんですか？いえ、まだ。じゃあプレゼントまで渡してないのね。え、匂いますか？ええ、香水の瓶割っちゃったんですか？何度も上がったんですけどね。そう、昨日津坂っていう人から電話がありませんでしたか？男の声で、変な電話ならありました。アシストだって言ったら切れちゃいましたけど。そうですか、いただきます。してたし、エリちゃんからこれもらったし。乙女さん、あのおばあちゃんボケてないよ。あのおばあちゃん食べ方がすっごく綺麗だったし、第一目が違うよ。俺の袋とは全然違うもん。やっぱりそうね、そうなのよ。豊子さん、何か見てるわよ。はい、わかりました。まさか豊子さん、家に来たのは犯人が見つかったかどうか探りに来たんじゃないでしょうね。あ、乙女さん気をつけて。あ、犬の踏んだ、やださあ、やだ、なんで犬のうんこがこんなとこにあるの。やだ、どうぞどうぞ。ちゃんと始末しないの？いや、近寄らないでください。やだ。おはようございます。おはようございます。おはよう。どうしたんですか、デカ長さん。柳沢月が死んだの。大ファンだったらしいんですよ。ああ、昔の映画女優さん、綺麗な方でしたわね。でももう相当のお年でしょ？ですね、75歳ですって。ちょっと待ってくださいよ。柳さつきさんが活躍してた頃、デカチョウはまだ子供だったんじゃ。ガキの頃から女好きなんだよ。はぁ、やだわ。そんな。どうしたんですか？米田さん見て。もしは妹の清野晴美さんって書いてある。正常に住んでいる姉が末期の癌で。柳さつきは相当財産を持ってるはずだ。正常や
鎌倉の土地だけでも10億以上って書いてありますよ。平山は清野さんが柳さつきの妹だってこと知ってて近づいたんですね。しかも柳さつきがもうすぐ癌で死に、妹の清野晴美に財産が相続されるってことも知ってたんだ。でもどこで調べたんですかね。ちょっと見せて、どっかに手がかりない？柳さつき本名吉川夏江、吉川夏江さんって言って、彼女はケアしてくれたんです。空き巣だ。さくらさん、おい、どういうわけで犯人をかばってるのか知りませんけど、
これ以上時間を延ばしたら犯人の罪が重くなるだけです。もうボケたふりはやめましょう。このうちがゴタゴタするのは豊子さんがボケたふりをしてるからじゃないの。本当にボケたら天国よ。でもあなたは違う。老いることは悲しいことだけじゃないはずよ。豊子さん、あなたが元気になったと知ったら息子さんもお嫁さんもエリちゃんもとっても喜ぶわ。だからこの鯛でごちそう作ってあげて元気になりましたってお祝いしましょうよ。平山を殺したのが美和子さん、あなたですね。何のことですか。失礼します。はい、磯貝です。米田です。何なの、どうして刑事さん私の番号。携帯です。平山が事件当日の夜、殺される30分前にあなたに電話した記録が残っています。豊子さんがね、あなたをかばうためにこの携帯を隠し持っていたんですよ。豊子さんが、共犯者の平山が長沼老人を殺した。あんたいくらもらったんだ。100万です。たった100万。それだって借りたつもりだったんです。坂は長沼のおじいちゃんに頼まれたから実印と銀行印を持ってきてくれって私に言ったんです。それで私別に気にもしないで印鑑を渡してしまったんです。ありがとう。そうだ、お母さん倒れたんだって。ええ、脳梗塞で。私ここ辞めて国に帰って母親の世話をしようと思ってるんです。ああ、そりゃ大変だな。そうだ、これ。そんな、こんなお金いただけません。あげるんじゃないよ、貸すの。ただし無理した。返済はいつでもいいから。お母さん、大事にしてあげてよ。ありがとうございます。事件のことを知ってお金を返そうと思って津坂に電話をしたら、お前も共犯だって言われて怖くなってしまって。あなたは平山が共犯だということを知ってたの。いいえ、会ったこともありませんでした。じゃあなぜ平山はあなたを脅したのかしら。偶然です。お金持ちを狙って忍び込んだ平山がいろんな名簿のコピーを取ったんです。それを津坂が見て、私がここで働いてるのを知ったらしくて、それで平山を使ってあの公園に呼び出したんです。
さつき、本名吉川夏江の世話してたのはあんただろ。それがどうしたんですか。妹の婆さんの方は時間がかかりそうだからよ。手っ取り早く長沼のじいさんの時みたいによ、実印持ってきてくれないか。何言ってるんですか。そんなことできません。じゃあしょうがねえ。あの真島って所長に昔のこと話すか。健太、結婚するんだってね。あの所長だ。それとも警察に。津坂さんももう覚悟決めたらしいっすね。それであなたは真島さんのプロポーズを突然断ったのね。人を殺したんですよ。結婚できるわけないじゃないですか。津坂を殺したのはあんたかね。違います。私じゃありません。それは真島さんですよね。嘘よ。真島さんは関係ないわ。真島さんは人を殺すような人じゃない。ここで空き巣の指紋を取った時、あなた方お二人の指紋も混じっていました。その指紋がね、津坂の事務所からも出てきたんです。それ私の指紋でしょ。私あの日津坂のところに行ったもの。いいえ、真島さんの指紋が凶器になった灰皿にあったの。空になったブランデーの瓶からも検出されました。そんな、どうしてよ真島さん。あの日ちさ子から電話があって、ミヤちゃんに事務所に来るように伝えてくれって頼まれたんだ。プロポーズ断られたのはこいつのせいだと思って、ミヤちゃんの後をつけてったんだよ。平山を殺したのはお前だろ。分かってんだよ。これ以上私に付き戻ったら、10年前あなたが何をしたか警察に言うわよ。言ってみろよ。その時はお前も同罪だ。いや、平山を殺してるからお前の方が罪は重いからな。それより柳さつきの実印持ってこいよ。悪いようにはしないからな。いや、そんなことできない。お前ほら、実印を持ち出したという小さな罪を償っていたら、こんなことにはならなかった。それをあなたはしなかった。罪を償う勇気さえあれば、こんな素敵な人と出会ったのに。
なら超エッチなベッドシーンってどんなの？教えてあげる。